韓国という国はなくなってしまうのかもしれません。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、韓国でホームレスが激増中、あまりに悲惨な状況にお送りします。韓国経済の崩壊でホームレスが急増。かつて半顔の奇跡と呼ばれた経済成長を遂げた韓国。しかし今、その街には想像を絶する光景が広がっています。ソウルの繁華街には高級ブランド店が立ち並ぶ一方で、路上生活を余儀なくされる人々の姿が日に日に増えているのです。韓国国土交通部の調査によると、2023年時点で約4万7千世帯もの人々が劣悪な環境下で生活しているといいます。この数字はわずか5年間で 20% も増加したのです。さらに驚くべきことに、こうした脆弱住宅と呼ばれる劣悪な住環境に暮らす世帯主の平均年齢は52歳となっています。働き盛りのはずの人々がなぜこのような状況に追い込まれているのでしょうか。その背景には韓国経済の深刻な停滞があります。特に若者の就職難は深刻を極めています。韓国の若年層の失業率は2023年末時点で約 7% と OECD 平均を上回っており、事実上の失業者を含めると、その割合は 20% を超えるとも言われています。このような状況の中、多くの人々がゴシウォンと呼ばれる簡易宿泊所や、さらには公園や地下道でのビニールハウス生活を強いられています。ゴシウォンの部屋は2畳程度しかなく、窓もない場合があります。トイレや浴室は共同使用という劣悪な環境が一般的で、居住者のプライバシーや尊厳を著しく損なっています。さらに、半地下住宅と呼ばれる住居も問題視されています。映画、パラサイト、半地下の家族で世界的に注目されたこの住居形態は、湿気や日照不足、浸水リスクなど、健康被害の懸念が大きいにもかかわらず、家賃の安さから低所得者の間で需要が高まっているのです。このような状況は、韓国社会のセーフティーネットの脆弱性を如実に示しています。一体何がこのような事態を招いたのでしょうか。そして、韓国にはもはや救いようがないのでしょうか。反日感情が招いた経済的孤立。韓国経済の停滞には様々な要因がありますが、その一つとして無視できないのが、長年にわたる反日感情の影響です。歴史問題や領土問題をめぐる対立は単なる外交問題にとどまらず、経済面にも深刻な影響を及ぼしています。特に2018年の韓国最高裁による日本企業への賠償命令判決以降、日韓関係は急速に冷え込みました。これに対し日本政府は半導体材料など一部の品目の輸出管理を強化。韓国側はこれを経済報復と批判し、日本製品の不買運動が広がりました。この反日感情の高まりは、韓国経済に大きな打撃を与えています。まず、日本からの観光客が激減しました。2019年には、前年比で約 25% も減少したのです。観光業は、韓国の GDP の約 2.8% を占める重要な産業であり、この打撃は決して小さくありません。さらに、産業面での影響も深刻です。韓国の主力産業である半導体産業は、その製造に必要な高純度フッ化水素など多くの重要材料を日本に依存してきました。輸出管理の強化により、これらの調達が困難になり、生産に支障をきたす事態も発生しています。また、自動車産業でも影響が出ています。ヒョンデ自動車やキアなどの韓国メーカーは多くの部品を日本から輸入していましたが、反日感情の高まりにより、これらの調達にも支障が出始めています。しかし問題はそれだけではありません。反日感情の高まりは、韓国企業の国際競争力にも悪影響を及ぼしています。日本企業との協力関係が希薄になることで、技術開発や品質向上の面で遅れを取る可能性が出てきているのです。例えば、電気、電子分野では、サムスン電子や LG 電子といった韓国企業が、かつては世界市場をリードする存在でした。しかし近年、中国企業の台頭により、その地位が脅かされています。こうした状況下で、日本企業との協力関係が失われることは、韓国企業にとって大きな痛手となっています。造船業でも同様の問題が生じています。かつては世界一の座を誇った韓国の造船業ですが、中国企業の台頭により苦戦を強いられています。
この分野でも日本企業との技術協力や部品調達が困難になることで、さらなる競争力の低下が懸念されています。さらに、反日感情は韓国企業の人材確保にも影響を与えています。グローバル化が進む中、国際的な視野を持った人材の育成が不可欠です。しかし、反日感情が強まることで、日本での留学や就業を避ける傾向が強まり、結果として国際競争力のある人材の育成に支障をきたしているのです。このような状況は、韓国経済全体の停滞につながっています。日本との経済的な結びつきが弱まることで、韓国企業は重要な協力相手を失い、国際市場での競争力を低下させているのです。その結果、企業業績の悪化や雇用の減少が起こり、冒頭で述べたようなホームレス問題にもつながっているのです。反日感情は確かに歴史的な背景があり、一朝一夕には解決できない問題かもしれません。しかし、その感情にとらわれるあまり、自国の経済を危機に陥れてしまっては、本末転倒です。韓国が今後、経済再生を果たすためには、反日感情を乗り越え、日本との協力関係を再構築することが不可欠なのです。もしできなければ、韓国経済は滅びるしかなさそうです。韓国企業の苦闘と雇用危機、反日感情による経済的孤立に加え、韓国企業を苦しめているのが、グローバル競争の激化です。特に中国企業の台頭は、韓国の主力産業に大きな打撃を与えています。例えば、スマートフォン市場では、中国のファーウェイやシャオミなどの企業が急速にシェアを拡大し、サムスン電子を脅かしています。2019年第2四半期には、ファーウェイがサムスンを抜いて、世界シェア1位になるという衝撃的な出来事も起こりました。サムスンは長年、世界最大のスマートフォンメーカーとしての地位を誇ってきましたが、その座が揺らぎつつあるのです。自動車産業でも同様の状況が起きています。中国メーカーの品質向上とコスト競争力の強化により、ヒョンデ自動車やキアは苦戦を強いられています。特に電気自動車の分野では、中国企業の躍進が目覚ましく、韓国メーカーは後手に回っている状況です。さらに、かつては韓国の誇る産業だった造船業も深刻な危機に直面しています。2000年代には世界市場の約 40% のシェアを誇った韓国造船業ですが、中国企業の台頭により、そのシェアは 20% 台にまで落ち込んでいます。特に、巨彩島など造船業の中心地では、造船所の閉鎖や人員削減により、地域経済が壊滅的な打撃を受けています。このような状況下で、韓国企業は海外移転や人員削減を余儀なくされています。特に中小企業や下請け企業の経営悪化は深刻で、地方経済にも大きな打撃を与えています。例えばサムスン電子は2019年、中国天津工場のスマートフォン生産ラインを閉鎖しました。また、LG 電子も2021年にスマートフォン事業からの撤退を発表するなど、韓国を代表する大企業でさえも厳しい決断を迫られています。こうした企業の苦境は当然ながら雇用にも大きな影響を与えています。大企業の採用抑制や非正規雇用の増加により、若者の安定した就職先が減少しているのです。特に問題なのは、こうした状況が学歴インフレーションを引き起こしていることです。韓国では従来、高学歴であれば、いい就職先が確保できるという考えが一般的でした。しかし、高学歴者の増加と就職難により、大学卒業者でさえも、希望する職に就けない状況が生まれています。その結果、さらに高度な学歴や資格を求めて進学する若者が増加し、教育費の負担が家計を圧迫する悪循環が生まれているのです。また、産業構造の変化も雇用問題に拍車をかけています。AI、IoT、ビッグデータなどの新技術が台頭する中、従来の大企業中心の産業構造では柔軟な対応が難しくなっています。例えば AI 分野では Google や Amazon などの米国企業が圧倒的な優位性を持っており、韓国企業は後塵を拝しています。こうした状況は、韓国の若年層15歳から29歳の失業率を押し上げる要因となっています。2023年時点で約 7% という数字は OECD 平均を上回っており、さらに事実上の失業者を含めるとその割合は 20% を超えるとも言われています。このような雇用状況の悪化は冒頭で述べたホームレス問題にも直結しています。安定した収入を得られない若者たちは住宅を確保することすら困難になっているのです。
その結果、ご死亡や半地下住宅といった劣悪な環境での生活を余儀なくされる人々が増加しているのです。韓国政府もこの問題の深刻さを認識し、新産業育成や中小企業支援、職業訓練の強化などの対策を講じています。しかし、産業構造の転換には時間がかかり、短期的な効果は限定的です。韓国企業がグローバル競争の中で生き残り、雇用を創出していくためには、より抜本的な改革が必要となるでしょう。社会保障制度の崩壊。韓国社会が直面している問題は、雇用危機だけではありません。急速な高齢化と社会保障制度の未整備が、新たな社会問題を引き起こしているのです。韓国は世界でも類を見ない速さで高齢化が進んでおり、2025年には、超高齢社会に突入すると予測されています。しかし、この急速な高齢化に、社会保障制度が追いついていないのが現状です。特に深刻なのは、高齢者の貧困問題です。韓国の65歳以上の相対的貧困率は約 40% と OECD 諸国の中で最も高く、多くの高齢者が経済的困窮に直面しています。この数字は日本の約 15% と比較しても、その深刻さが際立ちます。なぜこのような事態に陥ってしまったのでしょうか。その背景には年金制度の未成熟さがあります。韓国の国民年金制度が導入されたのは1988年と比較的最近のことです。そのため、現在の高齢者の多くは十分な年金を受け取れていないのです。また、急速な核家族化も高齢化の貧困に拍車をかけています。かつての韓国社会では、子供が親の面倒を見るという文化が一般的でした。しかし、都市化や価値観の変化により、そうした伝統的な扶養の形が崩れつつあります。その結果、経済的に自立できない高齢者が増加しているのです。このような状況下で、多くの高齢者が劣悪な環境での生活を強いられています。冒頭で述べた脆弱住宅に暮らす世帯主の平均年齢が高いのも、この問題と無関係ではありません。さらに問題なのは、この状況が若い世代にも大きな影響を与えていることです。高齢者の貧困問題に対応するため、政府は基礎年金の拡充などの対策を講じています。しかし、少子高齢化が進む中、これらの施策の財源をどのように確保するかが大きな課題となっています。結果として、若い世代の負担が増大しています。年金保険料の引き上げや、将来的な消費税率の引き上げなどが検討されていますが、これらはすでに厳しい経済状況にある若者たちにとって、さらなる重荷となります。この状況は、世代間の対立を深刻化させる要因にもなっています。若者たちの間では、老人に搾取されているという不満の声も聞かれます。一方で、高齢者の側も、若い頃に国の発展のために頑張ったのに、今になって見捨てられるという思いを抱いています。こうした世代間の対立は、社会の分断を深め、韓国社会全体の活力を奪っています。さらに若者たちの間で、将来への不安が高まることで、結婚や出産を控える傾向が強まっています。これが少子化をさらに加速させ、社会保障制度の持続可能性をさらに脅かすという悪循環に陥っているのです。実際韓国の合計特殊出生率は2023年に 0.78 と OECD 加盟国の中で最低水準となっています。この数字は人口維持に必要とされる 2.1 を大きく下回っており、将来的な労働力不足や社会保障制度の崩壊につながりかねない深刻な事態です。政府もこの問題の重要性を認識し、様々な対策を講じています。例えば、子育て支援の充実や、ワークライフバランスの改善などを進めています。しかし、長時間労働や男性の育児参加の低さなど、社会的、文化的な要因も大きく、これらの改善には時間がかかると予想されます。また、高齢者の就労支援も進められています。しかし、急速に変化する産業構造の中で、高齢者が活躍できる場を見つけることは容易ではありません。特に、IT 技術の進歩により、従来型の仕事が減少する中、高齢者の再就職は、ますます困難になっています。このように、韓国の社会保障制度は今、大きな岐路に立たされています。高齢者の貧困問題を解決しつつ、若い世代に過度な負担をかけずに、持続可能な制度を構築することが求められています。しかし、その道のりは、決して平坦ではありません。社会保障制度の崩壊は、単に経済的な問題にとどまらず、社会全体の安定性を揺るがす大きな問題です。
高齢者が貧困に陥り、若者が将来に希望を持てない社会では、犯罪の増加や社会不安の高まりといった二次的な問題も引き起こされかねません。韓国社会が今後も安定し、発展していくためには、この社会保障制度の問題に真剣に取り組む必要があります。しかし現状では、有効な解決策が見出せておらず、韓国社会の将来に大きな不安を投げかけているのです。K-POP ブームの裏側にある過酷な現実。これまで韓国社会が直面している様々な問題について見てきましたが、一方で韓国が世界的に注目を集めている分野もあります。それが K-POP や K ドラマに代表されるコンテンツ産業です。BTS やブラックピンクなどの K-POP グループは世界的な人気を誇り、音楽チャートで上位を独占する事態も珍しくありません。また、パラサイト、半地下の家族や、ミナリなどの韓国映画も国際的な賞を受賞し、高い評価を得ています。これらの文化的成功は、韓国のイメージ向上に大きく貢献しており、外交や経済の分野でも、好影響をもたらしています。例えば、韓国製品のブランド価値向上や、韓国への留学生増加などの効果が見られます。しかし、この華やかな成功の裏側には、厳しい現実が隠されています。特に、K-POP 業界の過酷な労働環境が問題視されています。多くの K-POP アイドルは、幼少期から厳しいトレーニングを受けます。1日12時間以上の練習は当たり前で、食事制限や睡眠時間の削減も珍しくありません。こうした環境下で、心身の健康を害する若者も少なくありません。また、デビューしても問題は続きます。過密スケジュールによる過労や、SNS での誹謗中傷によるストレスなど、アイドルたちは常に厳しい状況に置かれています。実際にメンタルヘルスの問題や最悪の場合は自ら死を選ぶケースもあります。さらにこれらの問題は氷山の一角に過ぎません。K-POP 業界では多くの若者が夢を追いかけていますが、実際にデビューできるのはごくわずかです。デビューできなかった多くの若者たちは十分な教育も受けられないまま社会に出ることになります。このような状況は韓国社会全体にも影響を与えています。多くの若者が K-POP アイドルを目指すことで他の産業分野での人材不足が深刻化しています。特に製造業や中小企業では若い労働力の確保が難しくなっているのです。また K-POP 業界の成功が韓国社会の過度な競争主義や外見至上主義を助長しているという指摘もあります。完璧なアイドルの姿を目指して若者たちの間で過度なダイエットや整形手術が流行しているのです。さらに K-POP 業界の成功が韓国経済の構造的な問題を覆い隠してしまっているという懸念もあります。確かにコンテンツ産業は新たな成長産業として期待されています。しかし、この産業だけで韓国経済全体を支えることは困難です。むしろ K-POP 業界の成功に目を奪われることで、製造業の衰退や中小企業の苦境といった根本的な問題に対する取り組みがおろそかになる危険性があります。実際政府の産業政策においてもコンテンツ産業への支援が強化される一方で従来型産業の再生に向けた取り組みが十分でないという批判もあります。このように K-POP に代表される文化産業の成功は確かに韓国のソフトパワーを高め国際的なプレゼンスを向上させています。しかし、その裏側には多くの問題が隠されているのです。韓国社会が真の意味で発展していくためには、文化産業の成功に酔いしれるのではなく、その成功をテコにして、社会全体の問題解決に取り組んでいく必要があります。しかし現状では、その方向性が見えていないのが実情です。このような韓国社会の状況については、現地からも多くの声が上がっていましたので、ご紹介します。韓国の反応。毎日のように新聞やニュースで経済の悪化を目にする。若い頃は韓国経済の成長を誇りに思っていたが、今や希望が見えない。中年になって突然リストラされ、再就職もままならず、家賃も払えなくなった。この国に未来はあるのだろうか。政府は何をしているのか。このままでは我が国は沈没してしまう。大学を卒業して3年経つが、まともな仕事に就けない。アルバイトを掛け持ちして何とか生活しているが、将来が不安で仕方がない。親は年金だけでは生活できず、私が支えなければならないのに、自分の生活すら安定しない。結婚なんて夢のまた夢だ。この国で幸せになれる気がしない。高齢者の貧困率が 40% を超えると聞いて、愕然とした。
自分の両親も年金だけでは生活できず、私が仕送りしている。でも自分の老後はもっと厳しいだろう。年金制度は破綻寸前だし、貯金もできない。このまま年を取ったら、路上生活者になるしかないのかもしれない。恐ろしくて夜も眠れない。中小企業で働いているが、会社の経営状態が悪化の一途をたどっている。いつ倒産してもおかしくない状況だ。失業したら家のローンも払えなくなる。妻子を養えなくなるかもしれない。毎日不安で胃が痛い。韓国経済はどこまで落ち込むのか。もう這い上がれないのではないかと思うと絶望的になる。ソウル駅前の路地裏に広がる貧民街を見るたびに胸が痛む。かつては経済成長を支えた人々が今やホームレス同然の生活を送っている。自分もいつそうなるかわからない。若者たちは未来に希望を持てず子供を産まない。この負のスパイラルをどう断ち切ればいいのか。韓国社会の未来が見えない。友人が突然ホームレスになった。彼は一流大学を出て大手企業に勤めていたのにリストラされて人生が狂ってしまった。誰もが明日は我が身だと感じている。韓国社会のセーフティーネットの脆弱さを痛感する。このような状況でどうやって前を向いて生きていけばいいのか、希望が持てない。崩壊の危機に立つ韓国社会。これまで見てきたように、韓国社会は今多くの問題に直面しています。反日感情による経済的孤立、グローバル競争の激化による産業の衰退、社会保障制度の崩壊、そして文化産業の成功の裏に潜む問題。これらの問題が複雑に絡み合い、韓国社会全体を苦しめているのです。特に深刻なのは、これらの問題が相互に関連し、悪循環を生み出していることです。例えば産業の衰退は雇用問題を引き起こし、それが若者の結婚、出産の減少につながり、さらに少子高齢化を加速させるという具合です。また、社会保障制度の問題は、世代間の対立を深刻化させています。高齢者の貧困問題に対応するための施策が、若い世代の負担増加につながり、それがさらに少子化を加速させるという悪循環に陥っているのです。さらに K-POP 業界の成功が、韓国社会の構造的な問題を覆い隠してしまっている面もあります。華やかな成功の陰で、製造業の衰退や中小企業の苦境といった根本的な問題が置き去りにされているのです。このような状況下で韓国社会の未来は決して明るいとは言えません。実際多くの韓国人、特に若い世代の間で自国の将来に対する悲観的な見方が広がっています。ヘル朝鮮という言葉が流行したのもそうした空気を反映しています。もはやこうした社会では国家を維持していくことも厳しいと言えます。このまま行けば、韓国という国はなくなってしまうのかもしれませんね。あなたはこうした韓国社会の崩壊についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。